みなさんこんにちは、オルガナチャンネルナイトです。ウィン、そう、私一人ということは、あのヒゲ、腕毛、もんじゃの男にドッキリを仕掛けたいと思います。久々のドッキリですね。そして今回はですね、僕の弟を紹介します。僕の弟、なんとポップティーンのモデルをやってるんです。初登場ですね。まあ僕もイケメンなんで、まあ弟もイケメンで、それでモデルをやってると、 YouTuber とモデルの兄弟でございます。そのモデルの弟を今回家に招き入れて、それで初対面のドッキリを仕掛けたいと思います。それでは早速紹介したいと思います。弟のタイトです。イエーイ、タイトこんにちは。こんにちはじゃないか。プティーンのメンズモデルをさせていただきます、ナスタイトです。ナスって言っちゃったナイトータイトです。今日はナイトータイトだから、はい、結構やっぱね、顔が似てるって言われるんだよ。めちゃくちゃ言われます。そうだよね。はい、そうだから、もう本当に兄弟、もう兄弟ですよ。兄弟もう血がつながってます今日は。でこれでタイトが初めからここにいて、はい、喋ってるみたいな。でその後にアギーとか、はい、あとタイガとか、はい、編集してくれるメンバーとかも来ると思う。あ、本当ですか。だから全員で3人にかけられれば一番嬉しい。いやー楽しい。はじめ、タイトはちょっとマスク、はい、あ、マスクしてる感じで、はい、ちょっと目元が一番似てるって言うから、はい、それで騙せるかどうか。はい、お兄ちゃんみたいな。ちょっと練習しよう練習。いや、どうなのタイト最近、ポップティーンの調子は。いやー兄ちゃん、最近うまくいかなくてさ。演技っぽいな。じゃあちょっとカメラセッティングしたいと思います。はい、あれ、お疲れ、お疲れっすね。おいラッキー、お疲れ。ちょっと紹介するわ。あ、お疲れです。お疲れです。弟のタイト。え、あ、弟です。はじめまして。モデルやってる弟のタイト、はい、言ったよね前、モデルやってる。あ、もう弟がいるってことは知ってる。いや、知らない。でも、そうだっけ。あ、そうだっけ。そうだね。姉と弟がいて、で、弟はモデルやってる。あ、そっか。そうそうそう、甥っ子さんいますもんね。そうナイトのタイトです。タイト、あ、ナイトのタイトです。タイト、そう、タイト。あ、似てますね、じゃあ。本当ですか。そう、ちょっと、じゃあ、みんな3人撮って。どうしましょうか。撮ってたんですか。もうめっちゃ似てるっしょ。似てます。でも、髪質は違いますね。それ、やっぱ兄弟撮ってイケメンなんですよ。いや。いや、やっぱでも。そう言われると。いや、ってなんだよ。今日、渋谷も初めてなの、俺の弟に。あ、そうなんですね。そう。じゃあ、びっくりさせるみたいな。そう。で、渋谷がどういう反応するか。じゃあちょっと渋谷が来るまであともうちょっと待ちたいと思います。オルタナチャンネル。いや、似てるね。似てる。似てます。うん、自分で見ても、あ、やっぱ目元が似てるなって。目元が似てる。めっちゃ似てない。そう、めっちゃ。しかも今日ちょっともうちょっと寄せよう。いや、暑いな今日マジで。暑いな。え、どうすんの？え、今日なんか撮影あるの？今日この後あるの？これ渋谷？お、渋谷じゃん。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 あ、紹介する。紹介すら、弟のタイト。あ、弟のナイト、タイトです。つゆだ。マジ？マジ？初めまして。弟、そう、動画で紹介したことないなと思って。で、そう、なんか近くにいるからっていうことで、ちょっと今日呼んじゃった。絶対こんなイケメンじゃないよ、弟は。え、ほんでガチで。顔めっちゃ似てるっしょ。ガチっすか。ガチ。弟の方がイケメンじゃん。いやいや、まあね、弟は本当に、まあ言うならば弟の方がモテるわ。兄ちゃんには負けるな。いや、タイト昔からモデルだ。絶対嘘でしょ。なんで。いや、ちょっと、いや、渋谷来てみ、ここ近くで見たらめっちゃ似てる。似てるけど、うん、似てるけど嘘でしょ。何言ってんの。いやいや、今まで隠してたのよ。そう、弟がいるってことは言ってたんだけど、モデルやってるっていうと、なんかそこがつながっちゃうとあれかなと思って。絶対嘘だ。絶対嘘。も俺も確かに明かしてなかったからな、みんなに。そうそう、なんか、うん、そこね、お互いに。なんでそんな三四郎の小宮さんみたいな声してる。明かしてなかったからな、みんなに。悔しいね。信じて欲しかったね。よそよそしいもん、会話が。そんなことないやろ。会話の兄弟感ないもん。ということで、俺の弟がモデルでした、ドッキリでした。イエーイ。引っかかった。思った以上に、もう最初から信じてなくて。いや、でも初めちょっと信じたの、マジでみたいな。
まあ、顔は似てる。次回ぜひリベンジしよう。はい、リベンジしたいです。杉本さん楽しみましたね。はい、ドッキリにリベンジないんで。ということで、弟ドッキリ楽しんでくれましたでしょうか。というか、今ね、下の目に口内炎ができてめっちゃ痛いの。ということでですね、あともう一本準備してます。ぜひ楽しみにしてくれる方、弟とのね、コラボ動画、ぜひグッドボタンして待っててください。あと、オルタナのね、ドッキリ動画関連に載せときます。それじゃあまた明日、バイチャー。